ここにバーコードみたいな絵があります。これを少しずつ回転して、重ね合わせていくと、少しずつ、少しずつ、なんか出てきたー。皆さんお久しぶりです。また猫さんです。CT って聞いたことありますか？具合が悪くなって病院に行った時、体の中を詳しく調べるために使う大きな機械です。怪我をした時に使うこともありますね。X 線という目に見えない強い光を体に当てて、体を輪切りにしたような写真を撮り、切らずに体の中を隅々まで詳しく調べることができる機械です。CT は痛くも痒くもうるさくもなく、短時間で撮れる割に体の中がくっきりはっきり映って病気や怪我が見つけやすいので、今ではほぼ全ての大きな病院は高性能な CT を複数台持っています。ですが体の外から当てた X 線のデータから、体が輪切りにされた画像ができることは、実はそんなに簡単なことではなくて、1972年にゴッドフリー・ハンスフィールド氏により CT の原理が発明されたことは、1979年にノーベル生理学・医学賞を受賞されるくらいの医学界での大革命だったと言われています。動画の冒頭で見てもらったバーコードみたいな画像、あれを360度ぐるっと回しながら足していくと、少しずつ画像が浮き上がってくるわけですが、実はそのバーコード画像には色々な工夫をしています。どうやってバーコード画像から体の輪切り画像を作るのか、ノーベル賞受賞の画期的な大発明、CT 画像の再構成方法について、一緒に勉強しようと思います。ということで、今回のテーマはこちら。ででん、CT 画像の作り方。ノーベル賞を受賞した人類の大発明が、一体どんなものなのか、見てやりましょうよ。ではレッツゴー。CT は訳さずに言うと、コンピューテッドトモグラフィーと言います。日本語にすると、コンピューター断層撮影となりますが、まあ日本でも普通に CT と言います。放射線などを使って物体の内部を画像化する技術をまとめて CT と言いますので、PET やスペクト、X 線トモシンセシスなども CT に含まれるような場合もあるようですが、一般的には X 線をファンビーム状に、体の周りを回転させながら照射して輪切りの画像、断層画像を作る装置を言います。人ではなく、物の画像を作る専門の CT もあります。X 線のデータから断層画像を作る方法は2つあり、1つ目をフィルタ補正逆投影法、2つ目を蓄次近似法と言います。また最近では AI を使った画像再構成なんてのもあり、3つ目の選択肢として研究されてます。蓄次近似法はフィルタ補正逆投影法よりも画像を作るのに時間がかかって不便なんですが、こちらの方が一般的に綺麗な画像が作れるし、最近はコンピューターの性能が上がって時間もそんなにかからないので、病院ではよく使われています。が、CT の画像再構成法といえば、フィルタ補正逆投影法の方が基本的なので、今回の動画ではフィルタ補正逆投影法の方を説明しますね。X 線は体の中に入ると吸収されたり散乱されたりして少しずつ弱くなっていきます。X 線が体の中でどのくらい弱くなっていくかを線減弱係数と言います。線減弱係数は体の組織ごとに違った値を持っていて、大体どのくらいの大きさなのかは決まっています。例えば骨は大きく、筋肉や脂肪は小さい値といった感じ。そして線減弱係数が大きいと X 線はたくさん弱まり、小さいとあまり弱くなりません。つまり骨は X 線を通しにくく、筋肉や脂肪は通しやすいということですね。ということは、体を通り抜けてきた X 線から線減弱係数のデータを計算すれば、その X 線が骨を通り抜けてきたのか、筋肉を通り抜けてきたのかがわかることになります。線減弱係数をピクセルごとの値にして画像化すれば、体の中の絵が作れそうな気がします。一方で、X 線は体の外から当てて、通り抜けてきた X 線だけデータとして使えますので、得られる情報は通り抜けてきた道筋にある臓器の情報が全て混ざってしまいます。例えば今、3マス ×3 マスの絵を作りたいとして、それぞれのマスの線減弱係数は図のような感じだったとします。
上から X 線を当てたとき、左の列の線減弱係数は1、真ん中は6、右は1となります。実際には各マスの線減弱係数はわからないので、得られる情報は左が1、真ん中が6、右が1ということだけですね。こんな感じで、1本の X 線ビームに沿って、線減弱係数を足し合わせたものを、レイサムと言います。上から下へのレイサムだと、上側のマスと下側のマスの情報が混ざっちゃいます。ということは、今度は横から X 線を当てて、レイサムを計算すれば、上側と下側を分けられるじゃないですか。横で計算すると、上の行が1、真ん中は6、下は1となります。情報が増えました。角度を斜めにしても同じく、データがどんどん増やせます。角度ごとにレイサムのデータがどんどん作れます。この、角度ごとのレイサムのデータを、ビューと言います。そして角度ごとにビューをまとめたものを、サイノグラムと言います。得られたレイサムの平均を取って、得られたデータから 3×3 マスの線減弱係数を割り出します。ここで後で平均をしやすくするために、各レイサムを取った角度に合わせて、3×3 のデータに直しておきますね。これがこの動画の一番初めに見てもらった、バーコード画像です。これらの画像を足し合わせ、平均を取って、1枚の 3×3 の画像を作ります。この方法を逆投影法と言います。できました。逆投影法ができました。けど、3×3 じゃ、ちょっと雰囲気出ないですね。もっとちゃんとした、普通の画像っぽいものでやりましょう。ということで、こちらのデータを用意しました。この画像はファントムといって、病院での CT の性能評価やメンテナンスの時などによく使われるデータです。このファントムを逆投影法で再構成したいと思います。まず、上からの X 線でビューデータを作ります。これをバーコード画像にします。横から、斜めから、もっとたくさん、たーくさん作って、サイノグラムを作ります。ちなみにこのサイノグラムは、こんな感じになります。横方向が角度、縦方向がビューです。そしてこれを重ね合わせていきますね。何が出るかな？何が出るかな？できたー。って、あれー？ボケて。ます？え？嘘。画像。ボケてます？おかしい。ノーベル賞が。何かおかしい。はい、この方法には原理的な弱点があります。こんな感じで、ビューデータから確かに二次元画像は作れるのですが、全体的にボケてしまうんです。特に骨と筋肉の境目など、線減弱係数の差が大きいところが顕著にボケます。それを改善するために作られたのが、フィルタ補正逆投影法です。逆投影法での画像再構成は、原理的にボケを生じてしまいます。その原因はちょっと込み入ってしまうので、ここでは割愛しますが、線減弱係数の差が大きい境目に特に強く出るという特徴があります。原因は明らかなので、じゃあボケを補正するようなフィルタをかければいいじゃないか、というのが、フィルタ補正逆投影法です。フィルタにはいくつか種類がありますが、ランプフィルタ、ラムラックフィルタ、シェップローガンフィルタなどが有名です。このいずれかのフィルタをビューデータに適用します。フィルタは畳み込み演算という計算方法で適用しましょう。フーリエ変換を使う方法もありますが、ややこしくなるだけなので、ここでは割愛しますね。ええ。フィルタがかかりました。この状態でまた重ね合わせていきましょう。どうなるかな？どうなるかな？はい。ということで綺麗に再構成できました。かなり綺麗ですよね。これが CT の画像再構成法、フィルタ補正逆投影法です。ノーベル賞です。やったね。実際にはこの後ノイズ補正やビームハードニング補正でさらに綺麗にしていきます。画像再構成法、ご理解いただけましたでしょうか？ところでこの方法、どうも X 線 CT だけに使える方法ではなさそうなのに気づきましたでしょうか？投影データが作れれば、何だって使えそうです。例えば、また猫画像にだって。ということで、最後にやってみました。また猫画像のフィルタ補正逆投影法。フィルタをかけたビューデータを用意して、そ
それを角度ごとに重ね合わせていくと、少しずつ、少しずつ、また猫が再構成されます。少しずつ画像ができてくるところがちょっと面白いですよね。皆さんももしよかったら、イルタ補正逆投影法、試してみてください。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療のための物理学や放射線に関するテーマを、少しずつまったりと紹介していく予定です。放射線治療や物理学をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。